どうも、ゆうとです、今日は僕が住んでいるフィリピンのお家を大公開します。行ってみましょう。この家は僕のフィリピンの友人の家です。その家の一部屋を今借りてます。ちょっと外を見てみましょうか。こっち側は、洗濯物を干すスペースと、外で、少しキッチンになってまして、料理を作ることができます。移動手段はもっぱらこのバイクでいつも移動してます。僕は免許証こっちで持ってないんで、いつも後ろに乗ってます。では家の中に入ってみましょう。この家は彼の家族の家です。この家には彼の家族が住んでいます。そのうちの一部屋を、僕が今借りています。この家は3つ部屋があって、キッチンがあって、3DK みたいな間取りですね。僕の部屋はこの部屋になるんですけど、部屋の中は非公開ということで、秘密です。こちらは、家族が住んでます。もうこの時期になるとフィリピンは完全にクリスマスシーズンになるので、部屋の中はクリスマスに飾り付けだらけになります。トイレとシャワーはユニット型になってまして、こんな感じでシャワーがあって、トイレがあるというふうになってます。この家はですね、少しお金を持っている家庭なんで、この機械ですね。この機械でお湯を温かくしてシャワーを浴びることができるんですけども、フィリピンの方の、ほとんどの方が大体、温かい水じゃなくて、水を浴びて、いつもお風呂に入っているような状況です。ちなみにこの桶というかバケツなんですけど、ここに水溜めてあります。なんでかっていうとですね、フィリピンは、よく断水が起きます。気づいたら水が出てこなかったりとか、しますんで、そういう時にこの溜めておいた水を使って、トイレを流したり、そういうふうな水を使います。断水だけじゃなくて停電もよく起きます。夜中にエアコンをつけたまま寝ていたらいきなり停電が起きて、暑くて起きてしまうとか、結構あります。これがフィリピンですね。それではここでですね、僕の友人のシャルインをちょっと呼んでみたいと思います。シャルイン、come here。 めっちゃシャイですね。友人のシャルインです。 Say something、Say something。 こんな感じですごくシャイなんですけど、彼のおかげで僕はこの家で安く、住ませてもらってます。彼のおかげでフィリピンに住んでるわけです。先ほどのシャルインはですね、少しだけ、日本語が分かりますけども、日本語を喋れるわけではありません。僕たちのコミュニケーションはいつも英語です。僕も英語が得意ではないので、僕にとってはすごく英語の勉強になっています。ちなみにこの家はですね、電気代、水道代、それと食費込みで、6000ペソ、約、1万2、3000円程度でお借りしてます。その分、安くしてもらっている分はですね、僕が一緒に外出したりとか、外で、食事をした時は僕が少し多めに出したりなんかしてますね。フィリピンの、これぐらいの規模の家ですと、大体家賃が1万ペソぐらいになります。1万ペソというとですね、日本円で約2万円ぐらいになるんですけど、日本に比べたらすごく安く住むことができます。もちろん家賃も安いですし、食費やら何やら全部安いです。だからコストを抑えて安く住むことができます。もしもフィリピンで安く住みたいという方がいらっしゃいましたら、いつでも気軽にご連絡ください。チャンネル登録よろしくね。フィリピン最高。